まあ塩化銅を入れます。だから十分とかいいです。少しだけ。酢酸セルローズはもう白いやつで入ってる。それをガラス棒で混ぜます。で、メタノールを加えます。少しだけ。多くすぎないように注意しながら、少なすぎないように注意します。もうちょっと入れます。すげえ、なんでそんなにこぼれる、こぼれる。あ、やば、こぼれないように注意します。外に抜けとく。ちょっと緑っぽくなりました。海藻みたいな。はい、今から火をつけます。緑色の火になってます。ちょびっと青がついてます。やばいやばいやばい。もっと淡い青がちょっと緑に混ざってきました。すっごい見えないな。青が強い、だんだん強くなってます。緑がだんだん減ってます。今はほとんど緑がない。消すためにちょっと水道水を入れます。これ水入れた方がいいです。